調布ですけども、今日のことはね、ちょっと忘れない一日になると思います。親方はじめ、ご協力の皆様、それからイベントのスタッフの皆様、深く感謝いたします。ありがとうございました。さあ、3回目の演舞、またカツラが飛ぶかもしれないけど、精一杯演舞しますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。千里の道のりの始まりは足元の一歩から、その確かな一歩が地図にない道を切り開く。踏み出せ未来へ。
ありがとうございました。ありがとうございました。